力をもっと上げろ。しかしそれでは安定性が。何のための実験だ。これは今までのものとは違う、ダークの全てを結集した最終兵器なのだ。失敗は許さん。は、あんなおもちゃが最終兵器とはね。何に使う気だ。お前には関係のないことだ。ロボットの生産ラインも軌道に乗って、いよいよ世界に乗り込もうってところか。知ってどうする。ただの好奇心だ。なぜキカイダーを破壊してしまわなかった。あの時お前にはできたはずだ。だから言っただろう。奴の性能を最大限に出させ、それを俺が叩く。そうしてこそキカイダーを破壊するために作られた俺の存在意義を示すことになる。お前はロボットだ。命令に従っていればいい。やり方は俺に任せると言ったはずだ。やはりお前も光明寺の作ったロボットということか。キカイダーは一刻も早く処分しなければならん。他の者に任せても。プロフェッサー・キル、奴は俺の獲物だ。ならばキカイダーを破壊しろ。決着はつける。ただし俺のやり方でな。坊主、ここで何してる？ん？どこかで見た顔だな。ん？なんだ君たちは。私たち旅行雑誌の記者でして、その子にはちょっと道案内をしてもらってるんですよ。こんな何にもない田舎で取材するところなんかあるのかね。今こういった静かなところが人気があるんですよ。ねそうそう、そんなもんかね。まあとにかく最近はロボットが暴れる事件があったりして物騒なんだ。君らも気をつけるように。警官だらけ。食料調達も大変だわ。ああ、それと頼まれてた部品。はい。すいません、いろいろと。これで直せるわね。こんな風にロボット工学を役立てる日が来るとは思わなかった。じゃあ今夜。とりあえずここはまだダークにも警察にも見つかっていないいい隠れ家だ。こんな地下があるなんて思わないもんね。でも服部さんと悦子さんは無関係なのにこんなことに巻き込んでしまって。何、乗りかかった船だ。最後まで付き合いますよ。先生で役に立つならもう遠慮なくこき使っちゃってください。どうせ暇ですから。どういう意味だ悦子くん。僕はみんなに会えてよかった。ジロー、僕一人だったら何もできなかった。ギルに破壊されていたかもしれない。みんながいてくれたから僕はここにいられるんだ。ありがとう。何水臭いこと。君は僕たちの仲間なんだから。ジロー兄ちゃん、これからもずっと一緒にいられるよね。
ダークの基地、ここで間違いない？はい。母が残してくれたメモだから間違いないと思います。本当は警察に任せた方がいいんだろうが、次郎君は指名手配されてるし、第一誰も信じてくれないよな。悪の組織がロボットを使って悪事働いてますって言ったって。先生、なんだかんだ言って怖いんでしょう。バカ言っちゃいかん。この名探偵服部半平、ダークなんぞに引けは取らん。その調子。必ずお父さんを助け出しましょうね。でも場所が分かっても父はもう。諦めちゃダメ、まだ希望はあるわ。そうだ、博士はまだ生きてる。脳を移植してまで人質として生かされてるってことは、体も保管してあるはずだ。きっと元に戻る方法はある。多分。美津子さん、ここにいたの？早くその腕を治さないと。美津子さんが博士に教わったの？ううん、少しは父を理解できるかと思って自分で勉強したの。まだロボットが嫌い？え？嫌いだったんでしょ？確かにそうだったわ。父が私たちを顧みないのはロボットのせいだって思い込んでた。でも今は研究に没頭するしかなかった父や、家を出て行った母の気持ちが少しだけわかるの。私の気持ちも変わったから。ジロ、あなたもね。僕も。でも僕は機械だ。人間のようにはなれない。それでもあなたには心がある。ジロ、あなたは人に作り出されたことを、生まれたことを後悔してない？後悔？戦うために作られて、わけもわからず狙われ続けて、そして本来なら持たなくてよかった心をジェミニーを持ったことで苦しんでる。ミツコさんも悩んだり苦しんだりする？それは人間ですもの、当たり前よ。僕も人間のようにいろんな感情を知りたい。ジェミニーがあるから確かに苦しいこともあるけど、嬉しいことも悲しいことも感じることができるんだから。ジローは強いのね。これはあなたに搭載されているジェミニーの設計図よ。父さんがあなたの持っていたギターに隠していたの。ジェミニーの？これがあれば不完全なジェミニーを直すことができるわ。直したらどうなるの？多分今までのようにギルに操られる危険がなくなるわ。今感じている気持ちはどうなるの？え？僕は今いろいろなものを感じている。ミツコさんと一緒にいられて嬉しい。この場所が懐かしい。星の光が綺麗で、そして戦うことを考えると少し不安になる。ジェミニーは確かに不完全かもしれないけど、この気持ちを持っていたいんだ。そう思うのは変かな？本当に僕は生まれてきてよかった。大好きなミツコさんに会えて。Thank you.
お姉ちゃん。マサル、ジロー兄ちゃんがいないよ。やっぱりサイドマシンがない。こんな時間に一体どこへ。やっぱり来たな。待ってたぜ。サブロやるぞ。逃げるなよ、機械だ。やめろ、戦いたくないんだ。立てよ、決着をつけようぜ。聞いてほしい。僕たちが戦うのは間違ってる。そう思うのはお前に良心回路があるからだ。だがそもそもそれが間違いだ。目的のために作られ、それを遂行することがロボットの存在意義だ。僕たちを作った光明寺博士はそんなことを願っていたわけじゃない。いや、やつも同罪だ。扱いを間違えれば危険なことを承知でロボットを作った。そしてお前だ。お前は兄弟であるロボットたちを破壊するために作られ、そして実行した。結局人間のエゴで作られ、破壊される人形だ。俺もお前もな。君はそれでいいというのか。かわいそうだ。君も兄弟たちも。同情か。本当に人間臭くなったもんだな。俺とは戦えないってわけか。だったら今度はこの手で光明寺の娘を始末してやる。どうする機械だ。僕の大切な人たちに手出しはさせない。スイッチオン。面白い。そう来なくてはな。どうして一人で行っちゃうんだよ。優しいのよ、ジロー君は。私たちを危険にさらしたくなかったから一人で出かけたんだわ。追いつけるといいんだが。あそこで迷う。それがお前の弱さだ、機械だ。君こそなぜすぐにとどめを刺さない。何？君は僕を倒すと言いながらいつもそうしない。今だってあの口笛で僕を動けないように抑え込むことができるのに。あっさりやったら面白くないだけさ。違う、君は本当は。黙れ。
ギル、よほど俺が信用できないと見える。なぜ？俺は俺のやり方でお前を倒す。それを邪魔する奴は誰であろうと許さない。さあ続けようぜ。ミツコさん！ジロ！機械だ。お前の潜在能力を最大限に出させるためのいい獲物が現れた。やめろ！俺が。もうやめよう。こんな戦いは無意味だ。何？バカにするな！本気で俺を倒してみろ。出なければ負けなど認めるものか！ジロ。これがあるから本気にならないんだろう。その未練は立っている。やめろ！なぜだ？なぜ引き金が引けない？そうか、ゴミ落ちめ邪魔をしやがって。ミツコ。私だ、お前の父、光明寺伝だ。今この出来事は現実。目覚めることなどありはしない。僕はこの悪夢を生き続ける。次回、人造人間キカイダージ・アニメーション夢の末路。